はい、どうもクラゲです。ということで今回なんですけども、 TS 第3弾のご登場ということで、ラインナップ見ていくんですけど、ちょっと待って、 LINE スタンプ第3弾来てるらしいぞ。これ絶対欲しいわ。ちょ、ごめんなさい、ちょっとね話が脱線しちゃったんですけど、まずね、皆さんに言わないといけないことがあって、この動画おそらくね編集ほとんどしてないです。この後すぐね家出ないといけなくて、無修正動画になっちゃうんですけど、ほんとそこはねご了承ください。まあできるだけ言葉と顔だけで、はい、見やすいを伝えていくんで、とりあえずイベントはネットスタジアムかな。まあ無修正言うても、まあカットはしてると思うんですけどね。ルイ系が TS 契約書あるんで、まあ誰か一人は取れますね、誰でも。はい、さあ果たしてその TS 第3弾みんながね欲しくなるのかどうか、ラインナップ見ていきたいと思います。いきましょう。来ました、阪神どんでん。まあ、昨日ちょっとアップデート情報がねあったんで、まあ、どんでん来るんじゃないかと言われてたんですけど、ほんまに来ましたね。ステータス高いけどな、若干使いにくいか。パワーイチャンスだけやったら。僕はねどんでんが大好きで、毎回試合後のインタビュー、ちゃんと聞いてます。そのせいでねオーンが映っちゃったんですけど、あんま気にしないでください。でカープが長川選手か。もうカープ新規全然こんな既存ばっかや。もうネタ切れです、カープの TSOB は。いや OB はあるけど、 TS はまあ強いけどって感じやな。はい、横浜外、マジで外来るんや。特殊でファースト C、アーチ降格チャンスか。いや熱気でいいな、去年の。早いよコナミさん、先走りすぎや、早漏かよ。外来るんやな。まあ、もうちょっと貯めてもよかった気がするけど、まあ未所持の人からしたら欲しいやろうなこの能力は。あ、ジャイアンツ阿部選手、これ広角持ちやったらマジで熱いけど、守備も普通にいいんすよ。いやー広角ないか、侍だけやったんかな、あの広角持ちは。阿部いいっすね。まあミート打ちでつなげるってことを考えると、一応代打のいらないキャッチャーっていう扱いでいいかな。パワーヒーでも、まあ効果があったらより良かったんですけどね。もうメンバーは結構熱い、今の時点では。おもろい。いや監督2人目っすねこれで。あ、ヤクルト池山選手来ました。いや俺がね池山選手気になってるのはフルスイング。じゃあ誰につくねんなあ、池山につかんかったらフルスイング誰やねんほんま。はあ、フルスイング使うの。いやそれはちょっと辛いな。まあそれでもアーティスト2人目です、セリーグだけで。いやちょっと待って、えぐないメンツ。まあここまでやな。いや来い来い、それなりに誰が当たってもまあリアタイ使えるんでね。で中日も和田選手、和田選手いつライドラになるん。和田選手といえばライドラって感じなんですけどね。はい、パワーイ高額選球眼。まああれか、ホームランが37出てるということで、まあ低角度ではないでしょうっていう扱いなんかな、コナミからしたら。打球はほんとラインドライブにふさわしいんですけどね。ただこれ前サヨナラ男やったやろ、選球眼変わってるからちょっと使いやすくなってんじゃん。でオリックス村松選手はちょっとわからないですけど、まあ低弾道で、まあ、こん中だとちょっとな見劣りはするよな。まあ、若干 T 岡田さんかと思ったけど、まあ違いましたね。はい、ロッテ井上選手出るんやここで。まあ守備 B あるし降格っすよね。いや降格ないのか、あじゃあ微妙やわ。昔降格あったんすけどね通常で。降格ないのか、じゃあ微妙や。7月月間打率4割やば。でソフトバンクの岩崎選手か、あこれは結構面白い。もうちょっと球質強かったイメージあるけど、あ超大ピンチか。あこの時があれか、スライダーと高速スライダーで、まあ、ちょっと強かったかなって感じだったんか、超大ピンチで。あまあその頃に比べたら、まあ、リアタイではきついかな。本当にこれだけが強かったっすね、2017シリーズ1かな。まあですが今回の TS のロックはちょっと微妙と。まあ超大ピンチ出ればフォークがでかくなるがって感じやな。で楽天がウィーラー、絶対パワーヒップルやんやと思いました。はいだと思いましたよ。まあこれもちょっと微妙かな、ウィーラーも。お、西武秋山選手来ましたね。まあ昔のパワーヒ環境では、まあ、センター丸か、まあ、秋山かみたいなね、守備が2人とも良かったからって言われてましたね。覇権を握ってた阿部ひかた名選球眼、ミートしか上がらん。パワーが上がらんから微妙です。ステータスは高いだけでちょっともったいないな、特能で。あと個人的には西武やから青いユニフォームで来てほしかった。で最後2チャムが有原選手。まあワールドスター査定と一緒やな。超大ピンチ持っててコントロールで、まあサークルチェンジメインで俺やったら配球していくかな。当たったら継承したいっていうのが以上なんですけど、いやセパとの格差、セリーグそれなりにまあね結構ええけど、なんかパリーグはちょっと
っとなんか微妙やな正直。まあリアル選手は強いぐらいか。ということでまあ一応アーティスト2人おるから激アツとは言いたいんですけど、いや秋山選手フルスイングついてほしかったな。まあ7月 ?8 月やったっけ。今もうセレクションも控えてるんで、まあ無課金勢はランキング走るぐらいでいいんじゃないですかね。まあおそらく800エナジーから1000エナジーぐらい取れると思うんで、まあ個人的にはあんまガチャをおすすめしないかな。はい、あと僕はね引かざるを得ないので、やはりゲーム実況者として、うん、引いていきたいと思います。おう、まあ狙いは正直セリーグの選手やったら誰でもいいかな。もうだから実は2分の1みたいなもんす今日。これは引けるやろ。しかもパリーグでも有原選手でもいいし、ということでやっていくんですけど、ちょっとね無修正の動画になってる理由が、まあ、ちょっとねこの後歯医者さんにちょっと向かうということで、どうしても時間ずらせなかったんですよ。うん、だからそれでね編集してる時間がないっていう。顔すごいて船迫選手。じゃあ2周連目、1ヶ月前ぐらいのさ北海道行く時なんか奥歯の噛み合わせが悪いからワイヤー矯正してるって言ったじゃないですか。それがようやく外れます。これやっとやわ、ほんまに。いや歯全体をワイヤー矯正してる人すごいっすね、尊敬するわ。もう違和感半端なかったからなこの1ヶ月。はい、じゃあ30連目になるんやけど、これプラスもう1枚ぐらい S が出るまで正直折っていいかなと思ってるが、いやーでもここで池山選手とか引けたらワンチャン撤退でもいいっすね。長川選手か、特にこの2人欲しいから。池山長川てかどうすか無修正動画。さすがにあれよな、ガチャ動画で無修正はちょっと見にくいよな。リアタイ動画で無修正はワンチャンいけるかもしらんけど、珍しい、確定外から俺がここでしかも TS 取るって珍しい。はい、しかも阿部選手取れましたと。じゃあここもう一枚確定です。今日流れ来てるわ、お願いします。誰かいい人いけそう。まあ強いからギリ許そう、ワンチャン使ってみてやるかも。いやちょっともう一人ぐらい S 出るまでやっていいかな。なんか今日ちょっといい感じがする。うん、40連目、バイバイ。じゃあ50連目、よきと。50連目え、今日めっちゃ良くない？あっさり、俺もっと沼るかと思ったわ。じゃあまあガチャはこの辺で終わらしとこうかな。やばい、狙いバリいけた。これからずっと無修正動画で出してみようかな。なんか引きよくなりそう。え、2人目、なんどっちもソフトバンクやんけ。